にちは、インドネシア駐在妻のミッキーです。今日はコンビニ、初めてインドネシアの、ね、コンビニに行ってみました。アルファマートっていうお店だったと思います。日本のコンビニもそうですけど、結構いろんなものが売ってました。テープに筆記用具にガスボンベみたいなの売ってましたね。これ猫のキャットフードですね。なんかお友達曰く、スーパーね、日本人がよく行くスーパーのパパイヤより安いよコンビニはって言ってましたね。この辺は調味料ですね。でケチャップって書いてあるやつで、もあります。甘い、それは日本のケチャップの味に近い感じですね。でこっちは味の素も売ってますよ。塩も売ってますしね。缶詰ですね。本当なんかスーパーみたいな感じでいろんなものが売ってましたね。でこのなんか真ん中のフォクシーズ、これプリン作るやつみたいで、割とインドネシアでは一般的よって教えてくれました。で今回まあインドネシア人の友達がいたので、これは一般的、これは一般的っていろいろね質問させてもらいました。で日本のお菓子もいっぱい売ってます。でポッキーとかね、これねパンダのやつね、よく見かけますけど、グリコだったかな。でこのなんかウェハースのお菓子も一般的よって言ってましたね。なんかお菓子もすごいたくさん種類があるので、で日本のものもやっぱり人気だって言ってました。だからなんかね、おすすめ教えてもらったんですけど、今回このチップスのさつまいものチップスみたいなやつ、あとこの下の方の人が写ってるやつはひまわりでしたね。ひまわりで、これ飲み物気になってたんですけど、これ何って聞いたら、ミルクだよって言ってました。でね、栄養剤に近いのかな、なんかまあ熱が出た時に飲んだりするよって言ったら、ポカリみたいな役割みたいでしたね。で飲み物関係でヤクルトとかも売ってますよ、日本のやつもね。でここがローカルのお菓子だよって教えてくれました。どれが美味しいかはね聞けなかった、教えてもらってなかったですね。また聞いてみます。でこの辺がいっぱいミルクですね、牛乳か、いわゆる砂糖入りの牛乳もあるので、買うときはお気をつけくださいね。でこれがね、ミーゴレンだ、焼きそばですね、いわゆる。これがもうとにかくインドネシアの人気ナンバーワンだよって教えてくれました。まあいわゆる本当日本にある焼きそばのレトルトのやつですよね。そうそうそう、なのでそういうのもありました。で紙おむつ的なのもね、やっぱり売ってました。コンビニとはいえ本当ね、ちょっとした買い物はできるなっていう印象でしたね。歯ブラシとか、洗剤、この辺のねリンソーって書いてるのが割となんかインドネシアの人がよく使ってるよって言ってましたね。で日本のね山崎パンみたいなのも結構あります。この辺はなんだっけ、油とかですね、油とかで、おむつもありますし、洗剤で防虫剤系ですよね。虫がやっぱり多いのでそういうのも売ってましたね。でちなみに今住んでるところはね、そんなに虫は出ないです。防虫対策はされてるんでね。あとこの生理用品についてね、友達が教えてくれたんですけど、日本のはすごい薄いって言ってました。海外のは分厚いんだと思うんですけど、日本のは薄くてびっくりしたって言ってましたね。でお友達が勧めてくれたお菓子をね、それぞれ食べてみることにしました。右上のがなんかさつまいものチップスっぽかったな。で真ん中のがテンペ、インドネシアの発酵食品のチップスで、左のがひまわりの種、よく食べるって言ってましたね。で実際食べてみたんですけど、ひまわりの種の外側食べないみたいで、それをうっかりね知らずに食べちゃって、めちゃくちゃむせちゃって、なので動画はボツになりました。あとテンペのチップスはね美味しかったですよ。このねガーリックの効いたさつまいもみたいなチップスもすごいね、ガーリックと塩だったかな、普通に美味しかったですね。で焼きそばも、晩ご飯になりました。でもう一個のやつはとカレーうどんみたいな、また次回食べてみようと思います。でこれで全部でね730円ぐらいでした。
またインドネシアの役立つ情報をお伝えしていきます。よかったら動画ご覧くださいね。動画がいいねと思ったら高評価ボタンもお願いいたします。